さないといけないんですけどね、これ、はい、これまたですね、現代人の特性ですね、はい、インスタグラムとか SNS は、まあ、通常だったらあまり、意を使わないような言葉とか、500メートル先、レーダー式、ネズミ取りエリアです、相手を傷つけるような言葉が多用する傾向があります、まあ、なので、そうですね、特にツイッターはね、そうですね、我々はだからすごく感情をですね、もろに刺激されやすい、うん、そうすると先ほど言ったようにすぐに反応してしまう、うん、